ッキーさん、依頼が来ましたよ。荒野行動とのコラボある。ああ、またかよ。ちょっと最近コラボやりすぎなんじゃないの。まあまあ、最近暇だしいいじゃないですか。ちなみにクライアントのネットイースさんは、他のコラボとは違う斬新なコラボをお願いしますって言ってるんですけど。それ、みんな言ってくるやつある。ギンさん、どうしましょう。大体のことはもうやっちゃってますよね。そんなこと言っても、アニメスタッフだって結構忙しいんでしょ。今も会話してんのに口動いてないよ。銀さん、それには触れないでください。本当ね、動いてないやろ。気づいてなかったの。ああ、こうなったらあの伝説会をもう一回やるか。それでみんなハッピーだろ。伝説って、あ、あれをやるあるか。銀さん、銀さんですよね。そうだよ、銀さんだよ。いや、何ですかこれ。っていうか、実写ですよね。って、マネキンかよ。伝説の銀魂 ETR。 アニメを超えたアニメ実写版、銀魂愛の行動は荒野を救うだ。斬新だろ。ってことは、このマネキンの衣装が荒野行動に出るあるか。そうだよ、よろずやスキン出ちゃうよ。言えば、ネットイースがお金あげるから荒野行動の実況やってって言ってたある。たくしょうがねえな。じゃあ行くか。ってなんで僕はメガネだけ。しかしネットイースも体張らせるね。まあ原作もテレビアニメも終わって仕事がないからでしょう。おかず一品増やせるある。よっしょ、一応ゲーム実況でもやりに行きますか。ジャンプの主人公なんだからさ、もうちょっと気使って。って将軍かよ。こんな実況やってる場合じゃないですよ。こりゃ将軍を最後まで生き残らせればとんでもねえ大金が手に入るんじゃ。おかず2品ある。増えた。しかもよりによって今日ももっさりブリーフだよ。将軍家は代々もっさりブリーフ派だ。やべえよ、聞こえてたよ。おしまいだよ。とにかく早くパンツ姿から元に戻してあげないと島流しですよ。うんだよ、もう。やべえよ、モザイクだよ、勘弁してくれよ。しかも将軍あっちの方が。将軍家は代々あっちの方は足軽だ。やべえよ、また聞こえてたよ。もう確実に打ち首獄門だよ。降り立ってある。どうすんすか。あー、追いかけるぞ。将軍守らないと。めちゃくちゃ狙われてるよ。銀魂荒野行動コラボ命がけだ。